まあ、やっと7月に入って、まあ、4月からずっと、まあ、小さな練習というか小さなことから少しずつ積み重ねてきて、少しずついい状態に持ってきていけているので、この調子で、シーズン迎えられたらいいなと思ってます。まあ、去年ずっと課題だった回転不足を中心に練習しながら基礎練習とか、あとは表情以外のことにも取り組んできました。まあ、練習はちゃんとできているので、あとは試合でどうなるかはまだわからないので、まあ、とりあえず、次の大会でまあ、どのような結果になるかで、またそこから、フィードバックしてつなげていきたいと思います。ショートプログラムは、ステファン・ランビエルさん振り付けの、「コンチェルティーノ・ビアンコ」っていう曲です。ステファンさんの、この曲、ステファンさんがこの曲を選んでくださったんですけど、まあ、たくさんの曲の中からなんかこれだと思って選んでくれたみたいで、イメージとしてはタイムマシンで夢の世界に行くというイメージです。自分の どんな夢の世界、例えばそう、過去とか未来とかじゃなくて、自分が難しい なんて言ったら フリーは、ブノワリショーさん振り付けの「アーメン」の、まあ、映画の中の音楽です。と、今は新しいことに挑戦するための練習をしている状態で、まだその試合でお試し、まあ、チャレンジできるような状態にはまだ持っていけてないので、まあ年下の子、まあ、シニアデビューの人がたくさんいるけど、まあ まだ先のことなので、自分も変わっていけるはずだと思うので、あんまり気にせず、今はその試合に向けて練習していくだけだと思ってます。まあ、去年からずっと飛び方を変えていって、今までで多分4回ぐらい飛び方を変えてるんですけど、まあ、やっとその自分が飛びやすい飛び方を見つけられたのかなと思ってるので、あとはそこのやっぱりまだ、軸が100%正しい軸で飛び上がることはできないので、そこの確率をもっと上げていけたらいいなと思ってます。まあ、自分で、初めて自力2枠取れたので、まあ、1試合1試合大切にしながら、去年よりもいい結果を出せるようにしたいと思ってます。
内緒です。いや、目標は全日本選手権で表彰台なんですけど、まあ、その大きな目標としてはそれで、でもそこに行くまでの小さな目標っていうのはたくさんあるので、一番大きな目標は全日本選手権で表彰台です。